こんにちは。気になる女性が脈ありなのか脈なしなのかってすごく気になりますよね。もし自分に全く好意を持っていないのに告白したら振られてしまいます。ひどい振られ方をすればトラウマになって次の恋に進めなくなることも。せっかく勇気を振り絞るんだから失敗は避けたいですよね。今回は女性が本当に好きな相手にはしない行動や態度を紹介します。もしされていればあなたのことを特別好きというわけではなく脈なしということになります。判断材料にしてみてくださいね。1. 恋バナ。恋愛に関する話って男女問わず盛り上がりますよね。でもあなたのことが異性として気になっていたら恋愛の話をしてくることはあまりありません。女性が本気で好きになっている相手には話す内容が全てあなたに当てはまってしまうので恋愛の話はなかなかできないからです。もちろん頭の中では彼女いるのかなとかどんな人がタイプかなと相手の恋愛事情に興味津々です。でも知ったら傷ついてしまうかもしれない、自分の気持ちがバレてしまうかもなどと思ってしまい聞く勇気が出ません。これは男性にも当てはまるのではないでしょうか。ところがあなたのことを恋愛対象として見ていない場合、仲の良い女友達のように気軽にその話題を話すことができてしまいます。あなたと話していて女性が恋バナをしてきたら脈なしと捉えた方がいいかもしれません。 2. ドタキャン。これは分かりやすいですよね。好きな相手と一緒に過ごすことができる予定はとても楽しみです。優先順位が一番になり何日も前からワクワクしてしまいます。そんな予定をキャンセルするなんてめったにないですよね。もちろんよっぽど大事な理由でキャンセルすることはありますが、あらかじめ分かっているなら代わりの日程を決めるだろうし、本当に外すことができない予定が入ってしまったら理由をしっかり伝えて嫌われないようにしようとします。ところが好きではない男性との予定は簡単にキャンセルできてしまいます。大事な予定が入ってしまって、いや仕事で間に合いそうにないなど行けない理由が曖昧だったりはっきり言わないような場合は脈なしの可能性が高いと言えるでしょう。このような理由で行けなくなった時、女性は行くのが急に面倒くさくなったり他の友達からの誘いを優先していることがあります。ただしドタキャンして悪いなという気持ちは本当にあります。なので本当にごめんとしっかり謝ることはあるでしょう。しかし丁寧な謝罪のメッセージや言葉を言ってきたからといってあなたとの予定を大事にしていたということにはなりません。ドタキャンすること自体があなたとの予定の優先順位が低く、異性として特別な存在ではない可能性が高いです。 3. 他の男性の話。友達のように仲が良い男性や少し気になるくらいの男性には他の男性の話をするという女性は多いです。モテる女性を演出したい、他の男性がいると思って焦ってほしいという気持ちがあるからです。男性の嫉妬心や独占欲をかきたてて自分に興味を持ってほしいがゆえにする行動です。自分が優位に立ちたいのかもしれませんね。ところが本当に好きな相手には一途な相手だと思ってほしい、純粋な女性と思われたいと思っています。男性としてもお付き合いする相手は一途で浮気をしないような女性がいいですよね。誰とでも仲良くなるんだと思われて恋愛対象から外れたり、他に仲のいい人がいるんだと男性側から諦められたりすることは避けたいと考えます。他の男性の話をしてきたら友達としか思っていないか、好かれて優位に立ちたい相手と思われているのかもしれません。あなたのことを本気で好きというわけではないので期待しない方が良さそうです。 4. わがまま。女性は本当に好きな相手には自分勝手な行動や発言をしたり無理な要求をしてくることはありません。小悪魔と言われている女性も本当に好きな相手には意外とわがままは言いません。気になる男性には好かれたいですし、物分かりのいい女性と思ってもらいたいのです。そのため相手の気持ちを想像して譲ったり遠慮したりします。ところが好きではない相手にはこれは嫌だ、いやこれがしたいなどわがままを言えてしまいます。相手への配慮や譲り合う気持ちよりも自分の願望や利益を優先するからです。もしかするとわがままを言ってくれるほど仲がいいと思ってしまう方もいるかもしれません。しかしそれはあなたのことを異性として意識しておらず特別好かれたいと思っていない証拠です。5. 短いメッセージ。
LINE や SNS でやり取りをしていて返信が短い、返信がないのも脈なしのサインと言えます。もしあなたのことが本当に好きならメッセージには当然返事をしますし、丁寧な返信をします。返信が短いのはあなたについて知りたいと思っておらず、やり取りをもっと続けてつながっていたいと思っていないからなのです。そのような相手にはどうしても返信するのめんどくさいな、どうでもいいなという気持ちになり、必然的にメッセージが短くなります。また気になる相手とはできるだけやり取りを続けようとするので、返事だけでなく質問を投げかけたりもします。相手のことをもっと知りたいし、会話を続けて自分のことも知ってほしいという気持ちがあるからです。女性からの返信がはいやそうだねなど短かったら、脈なしの可能性が高いと言えるでしょう。6、低いテンション。あなたも好きな女性と一緒にいるときは嬉しいし、ドキドキして浮かれてしまいますよね。どんなことでも話したいし、自分のことをよく見られたいと思い、いつもより明るく振る舞うはずです。あなたと一緒にいてもスマホを見たり会話に興味を持っていないように見えたら、あなたに対して興味がなく好かれたいとは思っていない証拠です。もしかすると体調が悪い可能性もあるので、大丈夫？と気遣うことはいいと思います。本当に体調が悪い場合は、具体的に体調が悪くてやお腹が痛くてなどの理由を言うでしょう。その時には気遣いフォローしてあげると、あなたの株が上がるかもしれません。しかし大丈夫としか言わない場合は、逆にテンションが低いだけであることもあります。その時はしつこく聞かず、自分のことが特別好きではないんだなと理解し、そっとしておきましょう。いかがでしたか？もし思い当たるようなことをされていたら、残念ながら脈なしのサインと言えます。そんな相手を追いかけても振り向いてくれる可能性は少ないですし、余計に傷つくだけです。すぐに切り替えて、あなた自身がより幸せに、いいお付き合いをできる方へ目を向けてくださいね。もしこういう相手に告白したら振られた、いやこれは脈なしなのかなと疑問に思ったことでもいいので、コメント欄に書いてください。皆さんで教訓にして次の恋に生かしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。